りがとうございました。あ、どうも。すっごいですね。いやいや、そんな、今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。どうぞお座りください。お願いします。どうぞ。いやー、さすがですね。いいよ、うん、恐縮でございます。なんか吸い込まれるような感じでしたよ。ありがとうございます、はい、よっと、ね、いやどうもお願いします。お願いします。今日がまあ最終回ということに一応なってしまったのでちょっと残念なんですけどね。まあ、とりあえずは、まあ、はい、この、年末の、はい、まあ、有馬記念というのが、うん、あの一番の締めですね、はいはい。そうですね、ここで、まあ、ドカッと、がっちりいきたい、がっちりと、まあ、競馬大衆、それから、まあ、週刊大衆、増刊大衆、はい、まあ、一応スナイパーポーズとして、そうですね、スナイパーポーズとして、はい、はい、もう最後にこう、バキュンと、バキュンと、狙い撃ちということですね、いきたいなと、よろしくお願いします、どうもどうも。さて、まあ、12月と、まあ、新年とね、はい、こう重なってるんですが、今回はどんなレースを、はい、ご紹介をこちらのカメラに向かってしていただけるんでしょうか。はい、そうですね、やっぱり今回は何といっても今週行われる、うん、有馬記念、有馬記念、はい、これやっぱり1年の総決算ですね、はい、クレイのグランプリレース、はいはいはい、まあまあ、過去でいうと、まあ、去年、うん、オールフェーブルっていう、はい、まあ、今現役最強、まあ、この前ちょっとジャパンカップで、ジェンティードンナという、うん、3歳牝馬に、ね、負けてしまったんですけど、まあ、今年ちょっと出ないんですけどね、うん、去年そのオルフェーブルが勝ちまして、うんうんうん、まあ、あと古くはまあ、名前は聞いたことあるかなと思うんですけど、オグリキャップ、オグリキャップ、はい、聞いたことあります、はい、これ90年にな、そうですね、90年ですね、はい、でこれは僕が競馬を始めるきっかけになった、あ、そうなんですか、はい、ほう、競馬にね、はい、でこの引退レースだったんですね、引退のレース、はい、この有馬記念が、はい、でそこで勝って、この時武豊騎手が、はい、上に乗ってて、ものすごいこう感動的なレースだったんですけど、ね、まだ94年に成田ブライアンっていう、成田ブライアン、はい、はい、これも、はい、まあ、この馬が史上最強なんじゃないかっていう、なるほど、いう方も結構いらっしゃるぐらいが、まあ、強い馬なんですけど、はい、まあ、この馬も94年に勝ったりとか、あと、06年、うん、ディープインパクト、あ、ディープインパクト、はい、はい、これもかなりもう一世を風靡しましたよね。でまあ、こういったもうスターホースたちが、うんうん、しのぎを削ると。いいですね、そのスターホースっていう響きもいいですね、はい、なるほどなるほど、うん、で今年はね、まあ、ゴールドシップっていう、はい、このラジオでもね、お話しさせていただいたと思うんですが、菊花賞、はい、菊花賞、はい、はい、そうでした、受かった、前走勝った、うん、馬なんですけど、はい、まあ、このゴールドシップっていう馬と、うん、あとルーラーシップ、まあ、ルーラーシップ、シップとのあれですけど、うん、そうですね、そうですね、つな、はい、がりがありますね、ルーラーシップっていうのが、まあ、はい、ルーラーシップはちょっとまあ惜しい競馬というかの G1 で 2,3 着が多い馬なんですけど、はい、海外の G1 を一つ取ってるんですけど ね、 なるほどね、日本の G1 では 2,3 着が多いという、うん、まあ、この2頭が、まあ、人気になる馬なんですね、いう感じですね、うん、まあ、ロイさんあれですかね、その有馬記念っていうとなんか、はい、そのなんていうかな、はい、ちょっと、うん、まあ、印象というか、印象ですね、はい、やはりすごく盛り上がるレースだということと、はい、あとこうなんていうんですか、ゴール寸前というか、はい、ゴール過ぎてからでしょうか、紙吹雪がわーっと曲がるような、はいはいはい、なんかこう華やかさというか、はい、そういうものがなんかこうパッと浮かぶんですけど、そうですよね、うん、だまあお祭りといいますかね、うんうん、結構やっぱり、まあ、本当にこのレースを締めくくって、はい、まあ、1年を締めたいと競馬ファンにとってはね、なるですね、というぐらいのまあ大きなレースなんでね、うん、ええ、そうですね、そうですか、じゃあ我々もね、その年内にこうガッツッとこう締めてですね、そうですね、ガッツッといきたいです ね、 ね、はい、それでまあ年を超えて新しい新年を迎えてですね、はい、レースちょっとすみません、その前に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 、焦らずに、焦らずに、焦っちゃいけないですか、焦らずに、焦らずに、まあ一つ、まあ、今まで騎手とか血統とか、いろいろまあそのまあ、ちょっとした攻略法というか、まあ、ああそうですか、はい、で一つ今回に関してはその枠順をね、あ、そうでした、枠順ですね、そうですね、焦っちゃいけませんね、何事もで、まあちょっと過去に、はい、その活躍してるというかその、馬券になってる、馬券になってる、つまり3着以内が、まあ、馬券圏内なんで、はい、3着以内に入ってる枠が、まあどこが一番多いかなというのは、まあまあ、8枠まであるんですけど、1、2、3、4、5、6、7、8枠まであるんですけども、まあ、その中でもですね、うん、4枠ですね、4枠、はい、うん、帽子の色でいうと、はい、青なんですけど、青、はい、この4枠の馬が
過去5年で、うん、4回、馬券に絡んでますんで。なるほど。で枠に注目するとすると、うん、まあそのあたりかなと。なるですね、いうとこですね、うん、であともう一つね、はい、有馬記念っていうのは結構面白い、今の傾向があります。よく競馬ファンの間では言われてるんですけど、はい、まあ、ちょっとオカルト的なんですけど、その時の世相というか時代を反映するっていう。なるほど。まあ、その世相に絡んだ馬券が来るというふうに言われてるんですね。例えば01年、はい、アメリカでテロが、9.11、はいはいはい、テロがあった時には、うん、この時の有馬記念の、決まり手がですね、うん、マンハッタンカフェとマンハッタンカフェアメリカンボスト、アメリカつながり、アメリカつながり、はい、アメリカつながり。そう、このアメリカンボストはもう全然人気がなくて、うん、そんなほとんどなんで来るのかなぐらいな感じなんですけど、うんうんうん、まあその、まあ、世相を反映したかなおです、ね、どうかわからないんですけど、うん、はい、それが来たりとか、うん、であとね、まあ、先日週刊大衆でちょっと AKB48 の、はい、ちょっと取材をさせていただいたんですけども、AKB48 関連でいうと、はい、おととしです。おととし、はい、トゥザグローリーという馬が3着に入ったんですけど、はい、でこの馬がローテーション、ああなるほど、これがすごくね厳しかったんですよ。ほー。でちょっとその AKB ファンというかそのちょっと巷ではですね、うん、でその時にハマってた流行ってた歌が AKB の歌がヘビーローテーション、ヘビーローテーション、そうですそうです、はい、はいはい、分かります、っていう歌がすごく流行ってて、でこれちょっとローテーション厳しいからこのヘビーローテーション、うん、つながりでつながりで来るんじゃないかみたいなことをちょっと、うん、言われてたんですよ、はいはいはい、それがね見事に3着に来ましてですね、おー、はい、そういうのもあるんですね。そうなんですよ。だから自分なりの、まあ、その時のニュースをチェックして、うん、それ関連の、うん、馬券を買ってみると。なるほどですね。いうのもね手なんですよ。すごい、はい、じゃあこれはやっぱりスナイパーコウさんがおっしゃる通り、はい、焦っちゃいけないじっくり、ね、じっくりと考えすぎませる。いやー、なるほど、はい、なるほどですね。そういったこともこう見ながら馬券を選ぶということですね、はい、そうですね。うん。でまあ年が明けると、まあその、はい、あ、はいはい、おっしゃってた、はいはいはい、この金牌っていうね、私はい、まあまだまだ勉強不足なんでこの金牌レースって今一つピンと来てなかったんですけど、はい、ちょっとお話伺いますか、はい、まあ、G3 のレースなんですが、はい、有馬記念とかは G3、G1 ですけど、G1、はい、こちら G3 のレースなんですけ ど、 うもう競馬ファンの間では、うん、まあ、1年の競は金牌にありと、なるほどですね、言われてぐらいここで、やっぱりもう一発目できちんと取ると、必ず取ると、はい、なるほど。でかなり盛り上がるんだ、正月競馬という形で、ね、なんですね、はい。これもね、さっきのその枠をね、うん、ちょっと調べてみたんですけど、枠ですね、はい、ね、ここのね、で金牌っていうのは中山金牌と京都金牌っていうのがあります。東と西で1つずつあるんですけど、うん、で中山金牌の場合は、はい、6枠が活躍してます。6枠なんですね、はい、中山は、うん、過去5年で、はい、5頭、5頭、はい、はい、馬券に絡んでますんで、なおですね、でこの6枠っていうのはキーポイントかなと、なおですね、6枠いう感じですね、はい、で京都金牌っていうのはですね、はい、の方はですね、はい、まあ、ちょっと、どの枠というのはちょっと結構割とばらけてるんですけど、うん、傾向として、うちの方の枠が有利ですね、うん、だうちの方ということは結局、8枠までありますんで、はい、4枠よりうちというですね、1、2、3、4枠ですね、はいはい、これが過去5年で、はい、15頭中、はい、11頭、はい、が4枠よりも内枠と。なるほど。いうことですね。傾向ってやっぱりあるんですね。そうなんですよね。やっぱり、まあ、こういった傾向っていうのを、まあ、それを裏切られることもありますけどね。一つの指標としては、これを、目安にしていくっていうのが、ね、いいんじゃないかなっていうところですね。なるほどね。で、もう一つね、その金牌に関しては、はい、先ほどの、まあ、世相とかなんとかっていう形で言うとね、結構縁起のいいもの、なるほど、縁起のいいもの、縁起を担いだ、うん、金とかね、例えば金とか、ね、なんかそういうその、縁起のいい形のものに絡んだ馬名の馬とかが来るとかいうのは結構言われてますね、はい、なるほどですね、はい、そうなんですね、
楽しみですね、このレース。そうですね、うん、はい、一度ね、また一度今度高さんと、はい、行きましょうよ。ぜひぜひぜひ、ぜひ僕まだ行ったことないんで、はい、行きたいなと思ってますんで、はい、皆さんもぜひ今日は1カメもあるし2カメもあるんですよね。カメラがたくさんあって、はい、まあ、はい、高田さんの、ウェーブの方ではこちらのねカメラもできれば使ってほしいと思うんです、はいはい、というわけで、まあ、はい、3回にわたって、いろいろお話聞いてきたんですが、はい、まあ、次回は今度、大きなレースと来年の4月、そうですね、4月にやっぱり桜花賞っていうのが一つやっぱり大きなレースかなと思いますので、はい、まあもちろん僕はもう毎週やっていきますけれども、はい、まあ、G1 としてはやっぱり桜花賞ですかね、次はね、桜花賞、まあ、これはまた華やかですから。そうですか、はい、その時までちょっとね、お楽しみという形で、はい、3回出場じゃないや、ラジオ出演していただき、はい、ありがとうございます。あ、まあ、ね、ありがとうございました。またぜひ、その4月にまた、はい、新しい、お話も含めてですね、何回か出ていただければと、はい、そういうふうに思います。今日本当にありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、今日のゲストはスナイパー高さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、という感じで、はい、ちょっとタイマーの方を気にしないで話してしまったので、どのぐらいですか。そっちは分かんないですね。